やあ、君か。戦ではとても助かったよ。ありがとう。君は勝者の歴史という言葉を知っているかい？歴史とは常に勝者の言葉でしか語られない。争いの後に生き残るのは常に勝者だからね。時を経る中でその多くは変化し歪められていく。そして死者や敗者の記憶は埋もれ忘れ去られていく。そうしてできていくのが歴史さ。だが君は思わないかい？埋もれ忘れ去られていく将たちの声、痛み、そっちこそ生き残った我々が失ってはならないと私は思うんだ。誰かがそれを伝えなければいつになっても人は争いを繰り返すだろうってね。世の歴史のすべてを記し後世に伝えたい。実はそれが私の夢なんだ。だが私にはもう時間があまり残されてないからね。何人の将に出会いどれだけのことを書き残せるか、そう思うと何を書くにも筆が止まらなくなってね、ついつい冗長になってしまう。え、本当かい？じゃあ君も歴史を編んでくれるかい？君ならきっと生き生きとした列伝が書けるよ。よし、決めた。君にお願いしよう。いいところまで進んだら私に報告してくれないかな。では期待しているよ。すまない、長く引き止めてしまったね。いや、こういう話になるとどうにも止まらなくてね。世の歴史のすべてを記し後世に伝えたい。実はそれが私の夢なんだ。だが私にはもう時間があまり残されてないからね。何人の将に出会いどれだけのことを書き残せるか、そう思うと何を書くにも筆が止まらなくなってね、ついつい冗長になってしまう。え、本当かい？じゃあ君も歴史を編んでくれるかい？君ならきっと生き生きとした列伝が書けるよ。よし、決めた。君にお願いしよう。いいところまで進んだら私に報告してくれないかな。では期待しているよ。